あれ？この子なんか見たことある気がするんだけどね。みんなももしかしたらかわいいとは気づいてるかもしれないけど、俺は見たことあるな。まあ、あえてね、何のことかっていうのは言わないでおいてあげるけどね。ねえねえ、そこの君、そこで何してるの？これはですね、私が暇な時にやってる空想の相手、友達と話すっていうね、そういうやつなんですけど、え、はい。いつからそこにいた？普通の人にはカッパは見えないんだよね。もしかして一言つぶやいてる変人だとか思えてない？ああ、死にてー。あ、いや、かすみちゃん、うん。今更やけんな、正直。結構、周りの人から変人だと思えても仕方ないような、すごい偉いことをやってるからね、君は。あ、いや、別に何でもないです。すぐにどっか行くので。そんなこと言わないでよ。そのことを遊ぶの楽しそうじゃん。え、こいつが見えるの？うん、見えるよ。かわいいね。調子なんだよ。めっちゃ煽ってる。え、こんなに煽られてるやん俺。そんな感じの顔になっております。なんだよお前、さっきも言うのにはどうして。別に何の顔ないっぽよ。気にするなっぽ。あらら、なんかご機嫌斜めって感じかな。こいつ意地悪してんのか。へっへっへ、お前がそうならわかったよ。な、何するっぽ。お前がそういう態度を取るならこっちだって好き放題やってやる。うえーい、なでもあげる、なでクリームわしの剣じゃ。やめろやめろ、カッパの、やめろ。そこはサラは割れたら死ぬ、割れたら死ぬ、割れたら死ぬ、割れたら死ぬ。やめろ、そのたまらんみたいな顔。おっさんがたまらんみたいな感じでお風呂入ってたまらんわ、この床ゲームみたいな顔やめろお前は。ちょっと撫ですぎっぽ。摩擦熱でお肌が荒れるっぽ。まだらでもない顔してるくせに、もっと撫でさせてよ。もっともっとカッパを撫で回せ。割れろ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 。夏の割れろこれ。気持ちよかった。かすみちゃん、ドエスに目覚めるのマッキー。なかなかいいなでっぷりっぱ。ああ、快感、快感。って、そうじゃないっぱ。おっと、ド M への扉を開きそうになっておりました、カッパくん。え、なにそれ楽しそう。うちもやりたい。おっと、二人で挟まれる。もうすっかりかすみも元気になったっぱ。今日のところは、この辺にしといてやるっぱ。なになに？君、落ち込んでたの？ちょっと勉強のことで。なるほどね。テスト結果だとかさ、出るたびに一喜一憂してさ、絶対負けなくないやつがいて、でもそいつに負けちゃって。いつも応援できるオーラ全開だから、負けると雪に腹立つんだよな。ああ、めっちゃわかる。どの高校でも見たようなやついるんだよね。喉が痛い。なんかうちら他人って感じしないね。結構似た者同士なのかも。うん、私もこんなに話したいというか、なんか会う人初めて。うちはしおり、最近この町に引っ越してきたの。わ、私かすみよ、よろしく。 LINE 交換したい。どこ行くん、どこ行ってんの。かすみ、こっち来て遊ぼうぜ。え、あ、うん、今行く。お、カッパが止めてる。やめたまえ。
なんだよカッパ、邪魔なんだけど。どうしたカッパ、お前何か感じ取ってるな。このしおりちゃんとやらに何か邪気を感じてるな、お前。ほら、かすみ、早く早く。今行く、変なカッパ。お、かすみ、行くんじゃない。おれリに逆らい、ロを拒み、現世をさまよう哀れな魂。そのままこっちに来て、あなたはここにいるべき存在ではない。あ、だあ、これはさっき言わないで置いてあげたやつなんやけど、これあれだな、このしおりちゃんって大妖魔のラストでできた女の子よな。俺は気づいとったけど、多分みんな気づいてなかったと思ったけど、多分みんな気づいてないと思うけど、俺は気づいとったよ。大妖魔のラストの女の子やなって思っとったわ俺。やけんいつかこうなるとは思ってました。はい、思ってましたからね私。あー、かすみちゃん、さあ帰ろう、帰ろうって。かすみちゃんはこっちの人物じゃ。お前、おい、かすみ、誰。わっ、びっくりした。おう、びっくりしたじゃねえよ、たく一人にしたらすぐにこれだ。てか、そもそも、りょうくん、かすみちゃんのこと、かすみって下の名前呼び捨ててんのか。あれ、あれ、下の名前で呼び捨てたんだ。水ねえとかじゃなくて。じゃあ確かにあかりちゃんとかぶってしまうけど。下の名前で呼び捨てか。やっぱりょうくんと何かあるわ、これ、今後。いじけてどっかいたと思ったら、こんなところに一人で、何せんだよ。え、いや、何って、今さっき知り合った足を。あれ、どっか行っちゃった。なんか最近お前おかしいぞ。いや、前からお前おかしかったけど、最近おかしいぞ。たく、これ以上心配かけんな。ごめん。てか、さっきの今で、その別に謝るぐらいなら赤いに余ってやぶってやる。今も一人で夜店に並んでる。そっか、わかった。あかりちゃん、俺だ。確かこの辺に。あ、あれか。おお、リンゴ飴。予定通り、飛び越してきた。よっす、あかり、ここにいたんだね。探した。うわー、セーブちゃん、おかえり。今リンゴ飴に並んでるんだよ。めちゃくちゃテンション高いな。さすがお姉ちゃん、妹がやってきたらくつー声だ。リンゴ飴？川の中でぼんやり突っ立てたから連れ戻してきた。川？もうすみちゃん一人で見つめに近づいたら危ないでしょ。お母さん。おかんみたいな対応してる赤いちゃん。これでもお姉さんだよ。お盆も近いのに水場に行っていいことなんて何もないよ。確かに良くないことが起きたね。いやいや、そんなん引っかかってきた。ただの迷信で。もう心配するんだからね。ま、というわけで二人は横で一緒に待ってて。え、いや俺は並ぶけど。あかりがそう言ってたからいいんだよ。ほら。え、いいのか。おお、さっきはそのごめん言い過ぎた。イライラしてたっていうか、そのお、やばい、ほんまにカップルみたいな感じだ。さっき、まあ別にいいけど、たまに理不尽な気持ちにさせる時があるんだよ。そのその支配からの卒業って曲はこれの話をしてるんだろうか。ああ、なるほどな。なんだその別に気にすんな。うん、りょうくん、そう言ってあげるのはいいけどさ、俺はさ、君がさ、ずっとイヤホンつけっぱなしになるのすごい気になるの。なんか君さ、近い将来耳悪くなるんじゃないかなって思うの。
そうっす、こういう時ぐらいは外した方がいいんじゃないかなって。こいつ、あれ、私のクズなところ見ておいて。なんだよ、お前もしかしていいやつだったりすんのか。うわ、進展してる。なんかちょっといい方向に進展してる。ガチであるのか、この二人が付き合うことってガチであるのか。おい、おこいつ、あれか、生理中か。なるべく触れないようにしとこう。りょうくん、その気遣いの方向性ちょっとずれてる気がする。まあいいや。イエーイ、借りたぜ。よし、じゃあ戻るか。戻る？どこに？シート広げて場所取りしてんだよ。副会長もいる。え、ラディアット先輩、ラディアット先輩まだ出てくるんじゃ。さあ、花火見るぞ。ちなみにこのリンゴ飴の中に1個だけ激辛が入っております。じゃじゃーん、ここが私たちの拠点です。ここをキャンプ地とする。お、ラリアット先輩。あ、ゆうこさんだ。ゆうこさんも来てたんですね。あがりのやつ何も教えてくれなくて。待ってたよ、かすみちゃん。喧嘩したって聞いたから心配してんだ。うわー、相変わらず悪い顔してますね、ゆこさん。ラリアット先輩。あー、なんかすいません、ちょっといろいろあって。うんうん、そりゃ生きてたらに人間ってのはいろいろあるもんさ。今日は忘れよう。それとも私が作った薬で忘れさせた方がいいかしら。ゆこ先輩、えらいこと言いますね。二人は何か食べ物を買ってきたの？お腹空いてくる時間じゃない？リンゴ飴を。で、あ、他の買い物も忘れた。やべえ、そもそもの目的が買い出しだったんだよな。途中でカスミを探しに行くことになってすっかり忘れてた。わ、私のせいかよ。いやいや、別にそうとは言ってないけど。その向こうの魔をやめろい。分かったよ、私が買ってくれよ。ああ、ごめんね、このクッキー私のせいだな。私が買ってくるよ。何がいい？おお、みんながすごい気遣い合ってる。だ、ダメです、私が行きますから。先輩を下がってきてください。なんか反抗してるラリアと苦労されそうで怖い。え、本当に？うん、じゃあお願いしようかな。焼酎3本ぐらい。ゆうこ先輩、お酒は20歳になってからですよ。はい、喜んで行ってきます。あいつ買うのも何も聞いていかなかったな。ああ、私にもお願いしようと思ってたのに。早く帰って帰ろ。やばい、一人行動したら、あんなことがあってから一人行動したら、さらにいろいろまた何か起きそうな気がするんやけど。しまった、何を買ってくればいいか聞くの忘れてた。あ、じゃあいろんなところでドジッコ属性発揮しちゃった。私かわいいな。ポジティブ。じゃあなぜ学園になったくらいであんなゲームガーンになるのか。変なところでポジティブです。しゃあない、電話で聞こう。はい、もしもし、こちらあかり、どうぞ。ねえ、何買ってくればいいか聞くの忘れてた。みんなで欲しいもの聞いてくれない？オッケー、皆さん大物大物言ってください。あかりがまとめて教えてくれないのかよ。これはちゃんと覚えてないと大変だ。え、俺が覚えとかなあかんのこれ。え、俺が覚えとかなあかんのこれ。私はフランクフルト。ロウ君は？え、先輩、焼酎じゃなくていいんですか？フランクフルト。俺はたこ焼き。わかった、たこ抜きで頼んどくね。おい！はい、もしもし、私はベビーカステラでよろしゅう。あ、ベビーカステラいいな、俺も一つ欲しい。お前、新しく一つ追加するな、お前。覚えるんだ、変じゃん、お前。オッケー、すみちゃん、聞こえてた？ほんじゃ、よろしくメカドッグ、古い！よろしくメカドッグ、古いわ、お前。
いや、結構大体の人がスルーするぞ、このネタ。元ネタ俺知っとうけん。よろしくメカドック知っとるからな、俺。あの、車のやつだろうが、メカドックって。メカの医者ってことでメカドックだろうが、車の整備士の話じゃん、お前。うん、だ、大丈夫なはずだ。は、早く帰って帰ろう。全部買って大丈夫だったら、一旦ここに戻ってこよう。これ、相手間違えたらどうなるんだろう。相手間違えて書いたんやけど、これ。いろいろあるね。うるせえ、リンゴアメじゃー、うるせえ、リンゴアメじゃー、うるせえ、リンゴアメじゃー、うるせえ、リンゴアメじゃー。一瞬の気の迷いからリンゴアメ10個買ってきちゃったぞ。オッケーだぞ、クリアしてないぞ。正直クリアなんかしてないぞ。みんな買ってきたぞ、リンゴ飴10個。全員にリンゴ飴を配るという。全員にリンゴ飴を配る感じで。おいバカスミ、お前バカか、バカだろ、お使いをロゴにできねえのかよ。バカバカ言うな、だってみんなくちくち言うし。リンゴ飴って誰も言ってなかったけどね。でも誰もリンゴ飴なんか言ってなかったけどね。これでいいじゃんって苦い顔で言われた。ゆうこさんにすい、これでいいじゃんって苦い顔で言われた。なんかごめんなさいね、ゆうこさん。でも買いに行きませんからね。ほんとすいません、すいませんでした。いいよいいよ、私これいただき、これこれいただきってリンゴ飴しかねえよ。それではこれより第83回花火大会を始めます。ボーン、1音足した、俺が1音足した。来たーたー、ぶや、いい方の癖、まだ打ち上がってねえ。そしてツッコミ、あがりー、お前たまやーってどういう意味か知ってんのか。知らねえ、なんとなく楽しいから。ま、私も知らんけど。続いての花火は西区三丁目にお住まいの、綺麗だね。お前こういう時ぐらいイヤホン取れよ、お前は。花火の音聞こえねえだろ、お前。わあ、いい雰囲気になろうとするな、先輩。ダメだ。いや、な、何？何じゃねえわ、お前。一番何って思いたいのは、お前の態度だよ。お前の行動だよ、お前。花火見てると、どうしても赤色反応を思い出してしまう。炎色か。炎色。あー、勉強しないと、私は今猛烈に勉強がしたい。お前こんな時にまで勉強のこと。うるせえ、余裕ぶってカッコつけてやがってよ。カッコつけおしいわ、もう出ねえぞ。あ、これ私だけの意見じゃないんで。モデルとか関係ねえだろ。すか、別に興味ねえし。うわー、ロー君、君結構モテてるのに関係ねえとか言いやがって、くそ、羨ましいな。はいはい、紅白鳥オツ。そしてそんな油断してるお前に問題。紫色の炎はカリウムだろ。そんな知識レベルの争いとかつまらなくねえか。はははははは、また見えない何かに殴られてる。うぜえ、やっぱこいつうぜえ、殺してやる。はははだー、もや癖強いな。玉屋の言い方の癖が強いな、お前やっぱ。こうして私とあいつの怒涛の一学期が終わった。めちゃめちゃゲームしてるやん、これ大音量のゲームしてる。せめてイヤホンやヘッドホンつけろよって感じやん。しかもすごいレトロなゲームしてる、ロックマンが。あがり、音漏れてる、音楽と集中できないって。何その顔、何その幽霊を見たような顔は、お前。うるさいの。いや、何
ないこと。ええ、今から私は勉強するの。富士に勝つためにね。このゲームね、昔スミちゃんと二人でやってたゲームのリメイクなんだ。お前人の話聞いてないな。バンカス？バンカス？嘘。え、マジで？うん、そうそう、一緒にやろうよ。懐かしいし、楽しいよ。でも、今日は勉強を。夏休みは始まったばっかりじゃんか。まだまだいくらでも勉強する時間はあるよ。ね、一緒にやろう。うわー、これ悪魔のささやきだ。こう言って、はい、参加してが最後勉強する時間なんか、後日もないんだ。どうする？操作方法教えて。あー、流されちゃった。流されました。これは当分徹夜でゲームですね。やっちゃいましたね。終わりです。おー、来た。やっぱりこれだけで終わるわけないよな。君の存在がすごい気になってたんだよ。おじさん、一つくださいな。はいよ。おじいちゃん、かわいいから、一つ、負けたよ。え、本当にいいですか？やった、ありがとう、おじさん。もぐもぐ、うまうま。まずい、最高。あんたも食べる？誰だ、このコケコッコは。なんだよ、もう、仕方ですか？さっきのことはもう謝ったじゃんかよ。勝手に行動したのは悪かったってば。私だって何も考えてないわけじゃないんだよ。ちゃんといろいろと準備してるんだよ。でも制服はそのままで問題ないでしょ。勉強道具も全部もらえるだろうしさ。ねえママ、あんな人一人で喋ってるよ。なんで？こら、余計なこと言わないの。ああ、返事に思えてる。うふ、夏休み、開けるのが楽しみだな。何しに来たんだお前は。何しに来たんだよお前は。何者だ。その答えは次回かもしれません。